まあこれからも、うん、よろしくお願いします。 いつも言ってるけどね、こちらこそよろしくお願いします。お願いします。終了。せーの、さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。やで、少量です。はい、というわけで今回の動画なんですけれども、先日ですね、翔ちゃんが誕生日だったということで旅行に行ってきました。で、今回の動画なんですけれども、うん、何回かに分けて、うん、皆さんにね、お届けできればなと思っていますので、はい、楽しみにしてください。はい、今回の旅行は、うん、まあ、僕らプラスお手伝いとして、うん、2を、うん、で3人で行ったんですけども、うん、1日目の模様を今回お届けしようと思ってます。はい、で、今回はそのまず最初山に登りに行きました。うん、それでまあいろいろわーって楽しんで、楽しんで、楽しんで、その後海にも行ったんです。そうそう、うんうん、ちょうどその2がちょっと2人きりになればっていう風に言ってくれたから、うんうん、動画を回してもらって2人で海岸で話してるところを撮ったので、うんうん、ぜひ、最後までご覧ください。はい、はい、というわけで、はい、本編、うん、スタート。ひょうにょう。もう、しんどいなぁ。階段ばっかじゃねえか。急がなあれかも、時間が。やばい。これは、疲れるやつだ。でももう着くんじゃない？あ、そこだ。ちょっとこっからの景色見たい、ね。そうだね。うん。あそこで記念撮影。すごいじゃん。いや、すごいね。やば。すげえ。あ、怖い。すごいね。これ怖い、これ。うわ、すごいね。うん。撮ろうか、大丈夫。あ、大丈夫。ありがとう。頭がやばいことになってる。うん。大丈夫。ああ。頑張って。終了。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗だね。いや、すごい。いや、来てよかったね。来てよかった。のんびりする。何よ。どうした？何？どうもしない。何よ。逆に何よ。何ニヤニヤしてんの。照れるからさ。なんで照れんの？なんで？え？だってもうあれよ、4年も経つんよ。そうだね、4年経つ。うん、今年も旅行行けないかなって思ってたけど、うん、行けてよかったな。ね、来れてよかったね。うん、まあ翔ちゃんの誕生日でね、旅行に行きたいねって言ってたからさ。そうだったよね。まあ、やっと来れたよね。うんうん、ちょっと半月遅れとかになっちゃったけど、うんうん、まあまあまあ、あの雲がな、
そうね、でもめっちゃ隠れてるから、めっちゃ綺麗、幻想的だよね。海来れると思わなかったな。人も少ないし、うん、いい感じ。そうだね、うん、改めて誕生日おめでとう。ありがとうございます。いいのかな、こんなんで年ばっかり取っていっちゃうから。いや、いいじゃん、一緒に年取っていこうよ。うん、いい年を取っていこう。いいのかな、うん、いいのよ、これからまたさ、何年何十年って一緒にいるんだからさ。思ってたものなのかって言われたらまた微妙だけど、今の年が、うんうん、年齢と、そうだね、精神年齢と、精神年齢とそういうもんよ。なかなかコロナの状態で、うん、外も出れなかったし、うん、したいこともできなくて、うん、外に出たら出たで、うん、迷惑かかる状況になってたし、うん、だから家でやれることってほんと限られてたから、うん、何もできないなって思ってて、ね、思ってたんだけど、うんうん、ようやく出れるようになったなって思って思うとすごく、うん、嬉しいね。ね。あ、おお、すごい。ちょうど。なんかさ、海にさ、道みたいのができててさ、めっちゃいいね。いいわ、すごいね。綺麗。いいじゃん。いい。まあ、これからも、うん、よろしくお願いします。いや、いつも言ってるけどね。こちらこそよろしくお願いします、ね、お願いします。人も少なくていいね、本当に。ここのあれだね、あるここの2人があるのよ、それぞれ。確かにな。え、そういう時にさ、正直わかんないけど、なんか多分そういう気をさせてると思う。なんでだって。だでもさ、スーダってこんなじゃないもん。先にさ、いやいやいや、そんなことないって。え、絶対違うじゃん。